リングモールからお送りしています。今季節は、真夏なんですが、そろそろショップの方にはちょっとだけ秋っぽい雰囲気の洋服が並ぶようになりました。まあ、1年のうち300日が青空で暖かいところなので、日本のようにね、春夏秋冬ときちんと季節が分かれているようなところではないんですけれども、それでも、まあ、季節の変わり目ごとにはなんとなくぼやーっとした感じで洋服の陳列も変わってきているような気がしますね。はい、今ショッピングモール、ここ直線距離で歩くと何メートルくらいあるのかな。1階建てのショッピングモールなんですけども、すごく長いショッピングモールなんですね。私がいつも買い物に来るのはこの一番家から近いショッピングモールですけども、もうちょっと専門店があるところに行くと、これの3倍ぐらいの規模のやつがロビーナというところにありまして、そこに行きますとデパートとかも入っていますけど、ここはまあごくごく普通日常で使うものが置いているショッピングセンターです。はい、近くの何でしょうね、日本でいうとこの西友だとか東急だとか、そんなスーパーが入ってて、あと、まあ、こういったお洋服屋さんとかですね、おもちゃ屋さんとか時計屋さん、それでファストフードのお店が入っているといった構成になってます。はい、子供服のお店です。色合いもなんか日本だとパステル調のものがね、とってもいいなと思いますけど、このオーストラリアでは子供服なんか特にそうですけど、色がすごいビビッドな感じの色合いが多いですよね。はい、あちらがシティビーチ、これは結構ティーンエイジャーの女の子に人気のお店ですね。あ、まあ着物が出てるんだ、ウィンドウの方に。なんかちょっとファーコートみたいな、フェイクファーコートみたいなのがありますね。ここは若い女の子にとっても人気です。あ、ちょっと Can I check out the dog? あと今帰り道なんですけど、もう一回可愛かったのでもう一回見に行きます。あ、いいね、可愛いね、早くいいお家が見つかるといいよね。可愛い可愛い。同じお父さんとお母さんから生まれても随分ですね、毛並みが、色がいろんなのがバラエティで生まれたんですね。あ、起きたですね、さっき寝てたの。喧嘩してる喧嘩してる。かわいい。あれチーズ。かわいいね。早くお家が見つかるといいね。はい。お腹丸出しになって寝てるのかわいいね。あの子まだ耳が逆さまで、あ、かわいい。あ、まあ赤ちゃんは、子供はもうどんな種類の生き物でもかわいいもんですね、本当に。はい、あ、見てこれ、ロボちゃん、キャットフレーム。あ、これ猫のおもちゃですね。自動的にぐるぐる回る。いいな、これアンダーカバーマッソイ。猫と遊んであげなくても機械が勝手に遊んでくれるってやつですね。すごいな、発想が。かわいい。はい、このカツ屋さん怖いんですよね、結構ね。あそこ生首がいっぱい並んでてですね、色がすごいでしょ。でクオリティがやっぱりね、プラスチックなんですよね。私も結構ウィッグたくさん持ってるんですけど、ここのウィッグはちょっと怖いって買ったことないんですけどね。すごい色合いなんですね。はい。はい、あ、それからあそこがですね、フィットネスのギアですね。ローナジーンって言ってすごい人気があるショップですよ。はい、私も毎日ジムに通ってますけど、ローナジーンはすごくファッショナブルで人気がありますね。はい、でボーダフォン、今オーストラリアで売っているこうしたですね、端末がこんな感じの、まだまだ昔の電話も売ってるんですよ、皆さん、昔の携帯電話。今でも結構こちらではプリペイドって皆さん普通に使ってたりとかしますね。昔の本当いわゆる携帯電話の時代のやつですね。はい、でもまあね、そうとは言ってもこういった iPhone なんかも人気があって、新旧が仲良く暮らしてるっていう感じの国です。下着屋さんです。はい、すごい刺激的な、あ、そうか、もうすぐバレンタインデーだからこういう色合いなんでしょうね、きっとね。すごいですね、これね。これプレゼントされてもどうかなって感じするんですけど、どうでしょうか皆さん。はい、これはちょっとあれですね、サイズの大きめの女性のお店、すごい大きいですね、サイズが24とかその辺のサイズのあったりします。はい、夏の終わりなんで、もうサンダルがセールになってますね、30%オフ。
あの暖かいとこなんで着ている格好は皆さんこういうスタイルですよ。はい、私もそうですこんな感じので短パンにサンダルみたいな感じで、あのあれお買い物に来れちゃうのはいいですね。その辺は日本みたいになんかこうきちんといい格好していかなきゃいけないっていうプレッシャーは何もなかったりとかするんですね。どんな格好かというとですね、これカメラをこちらにするとこんな感じの格好です。こういう格好で買い物に来てます。はい、それからなんか食料品を買ってこれから帰ろうと思うんですけども、カメラを切り替えます。よいしょ。はい、あ、なんかこのアジアっぽい感じの、あ、なんかこのローズの色綺麗だな、これこの色好き。 I like this color very much. Nice, nice and easy. I think Anna likes this one. Yeah, it's very much Anna's taste. Hey. おお、なんかすごいな、あのヒョウ柄。これはちょっとすごい、転んだら足痛そうですよね。すごいな。はい、それからまあコンシュアージュで、あのショッピングセンターの中にこうしたですね、自動で動くちょっとしたスクーター状のものとか貸し出してくれたりとかするんですよね。はい、まあ、特に私のいるゴールドコーストという街は、あのオーストラリアの中では、あの長年皆さんが働いて仕事をリタイアした時にこっちの暖かいところで住みたいなと思う憧れの土地なんですね、結構シニアの年齢の方には。なので、あのアメリカでいうとフロリダみたいな感じのところなんですね。あの海が綺麗でね、のどかなところです。これはこっちではよく見かけますけど、ピクシーフォトといって子供の簡易スタジオですね。ここで可愛い写真を撮るんですね。赤ちゃんの写真とか可愛いですね。はい、さあまたショッピングモールの一番左側の端に来ました。あの耳がついてるのかわいいな、尻尾がついてるのかわいい、かわいいかわいい、これいいね。はい、時刻は3時35分になりました。日本のケーキ屋さんまた再び通過になります。はい、あーなんかすごいでしょこれね、あのフグの形のケーキ、それから犬のマルチーズの形のケーキ、すごいですね。はい、ゴールドコーストのショッピングモールからの生中継です。今日はこの後家に帰ってミキサーのセッティングをして、ユーストリームの、向上、技術向上のためにまた勉強したいと思います。これ私結構よくジムの帰りにスナックで食べるお寿司屋さんなんですけど、こんな感じであのハンドロール手巻き寿司が売ってたりしますね。ただあどうでしょう、エビ揚げたのそのまま入ってたりとかですね、焼肉入ってたりとかするのは結構人気みたいなんですけどね。私はアボカドロールが好きですね。はい、そしてケーキ屋さんがあってコールス、はい、ようやく右端のところまでやってきました。それではちょっとこれからですね、食料品店ですね、コールス、はい、に行って買い物をして帰りたいと思います。ゴールドコーストショッピングモールから生中継でお送りしております。それではここで一旦コマーシャルです。